光の速さで移動するということは、物理学の世界では究極の速度とされています。アインシュタインの相対性理論によれば、高速で移動する物体の時間は、周囲と比較して極めてゆっくり進むとされています。これは時間の遅れとして知られており、高速に近づくほど強くなります。また、高速に近い速度で運動する物体は、その質量が増大し、無限大に近づくため、実際に高速に到達するには無限のエネルギーが必要とされています。現実の技術では到達できない領域ですが、SF 作品などではよく描かれるテーマであり、ワープドライブやハイパースペースといった概念が登場します。高速での移動は、現在の科学では不可能ですが、人類の想像力をかきたて、未来の科学技術への挑戦を続けています。しかし、もし理論的に光の速さで移動できたとして考えると、驚くべき現象が発生します。例えば、宇宙船が高速に到達した場合、その宇宙船に乗っている人にとっての時間はほぼ停止します。彼らが数分、数時間の旅を経験している間に、地球では何年もの歳月が流れているのです。これをツインパラドックスと呼びます。さらに、高速で移動することができれば、宇宙の遠くへの探査も夢ではなくなります。光年単位の距離も、乗り物の中では短時間で済むことになるでしょう。それにより、私たちは宇宙の神秘にお近づくかもしれません。光の速さでの旅行は現在の技術では実現不可能ですが、この驚くべき可能性は科学者や作家たちの創造性をかきたててやみません。もし高速で移動できたとすれば、私たちが知る宇宙は全く新しい視点で捉えられることでしょう。例えば、光の速さで時間がほとんど流れない現象は、不老不死のような状態を生み出すかもしれません。一方で、物理的な観点からは、光の速さで移動する際には観察者と移動する物体間の情報の伝達においても根本的な制約が伴います。このような概念は、量子テレポーテーションや時間旅行といったさらに進んだ理論研究につながっています。高速での移動は無数の問いを投げかけることで、未来の探求心を刺激しているのです。